Okay, welcome everyone. We'll be starting with questions now. That's all we have time for today. Thank you for coming. このライバル対決は見逃せません。注目のビッグマッチは間もなくキックオフです。熱戦の模様を生中継でお送りします。皆さんこんにちは。今日はデーゲームをお楽しみください。果たしてどんな試合を見せてくれるのでしょうか。今日の実況は私西岡明彦、解説は福西崇史さんです。熱戦の続くリーグ戦、この試合はコルチェスターユナイテッドがジュニアーズと対戦します。お互い手の内は分かっているでしょうが、正攻法で来るのか裏をかいてくるのか気になるマッチアップになりましたね。この選手はいつも注目の的ですよね。チームにとって欠かせない存在です。前の試合で2得点と好調ですからね。当然相手のマークも厳しくなるでしょうが、乗っている時のこの人はそう簡単には止められないと思いますよ。ホームチームの先発メンバーです。これは一般的な 5-3 に出られるかがポイントですね。こちらがジュニアーズの先発メンバーです。福西さん、 4-3-3 のフォーメーションでしょうか。はい、攻守ともにバランスの取れたフォーメーションになります。縦の突破力を生かしたプレーが見られるかもしれませんね。キックオフ、試合が開始されました。ここからカットインしていく、シュートだ。このボールはキーパーが弾き出します。フラッグが上がっています。オフサイドです。サイドから切り込んできた。キーパーが危なげなくセーブ、両手でキャッチしました。
のコースは読まれていたか。どこまでドリブルするのでしょうか。しっかりとコースを塞いでいます。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。打った。これはファインセーブ。コーナーからエリア内へ。現在スコアは同点。ボールを回してチャンスを伺います。サイドに空いたスペースを見逃しません。カウンターを仕掛けるチャンスです。かなり押し込まれた位置でしたが、うまく対応しました。相手が触ったボールはスローインになります。中の選手を狙ってきた。守備への切り替えが早い。ここで止めます。前に出しましたが気を抜けません。ドリブルで相手ゴールに迫ります。このパスを活かせるか。ボールをダッシュ。寄せが早い。前が空いている。負傷者対応に要した1分がアディショナルタイムに加算されました。オフサイドフラッグが上がっています。スペースへロブを出してきました。つながればチャンス。ここで前半終了。ハーフタイムです。福西さん、この選手の前半のプレーは良くも悪くも普通だったような気がしますが。決定機に絡めていないので当然得点も上げられませんでした。もう少し周りのサポートがあればスペースを作れるかもしれません。さあ、未だスコアレスのまま後半のスタートです。この均衡を破るのは果たしてどちらか。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。勝ち越しなるか。シュート。
素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。ここはコーナーキックです。勝ち越し点が欲しいでしょう。中に入れた。これはゴールキーパーの手の中へ。福西さん、移籍の噂で気を揉んでいた方も多いでしょうが、正式に契約しましたね。年が年だけに、おそらく最後の移籍になるでしょうね。プレーだけでなく、まとめ役としての統率力も期待されているんじゃないでしょうか。サイドからの攻撃、スペースが空いています。クロスはファーサイドへ。ここはキーパーがしっかりキャッチしました。さあ敵陣へと攻め込んできました。仕掛けていくんでしょうか。さあかわしてきた。ゴール前です。ナイスタックル。せずよく止めました。スーバー吹かれません。危険なタックルでしたが、ボールがこぼれました。ここで狙う。しかしキーパーに止められました。クイパに味方と合いませんでしたね。相手のスローインになります。ここでプレーを遡って選手に警告が与えられました。先ほどのプレーに対してのカードです。タックルが決まりました。ボールはタッチラインを割ってスローインです。ボールを保持できません。味方を使うでしょうか。先走りすぎましたね。攻撃はカットされ相手ボールになりました。ボールを中に入れてきましたが、最後はキーパーにキャッチされました。ボールが足につきません。ルーズボールだ。ドリブルで運びます。これは読んでいたか。インターセプトしました。一旦サイドに振ってスペースを詰めていきます。中央へクロスが渡る。ボールへの寄せが非常に速い。さあスローインでの再開です。試合終盤に向けてホームチームを応援する声が大きくなっています。果たして勝ち、これはチャンスです。セーブした。しかしボールが転がっている。キーパーがセーブ。試合は未だ同点のままです。キーパーの頑張りに攻撃陣も奮起してもらいたいですね。手前の味方に出します。
シュート。キーパーが冷静にセーブします。いい位置で奪った。残り5分です。どちらのチームも決め手を欠いています。これはいいパスだ。いいパスだ。ここでうまく対処します。打てるか。遠くから狙ってきた。ロングシュートを狙ったもののキーパーに難なくセーブされました。ダニク、いい狙いでしたがボールが。ここで長いホイッスル。両者譲らず最後は引き分けで試合を終えました。0対0に終わったことはアウェーチームの守備を攻略できなかったホームチームにとってより厳しい結果だと思います。ホームなんですからもっと貪欲に攻めてほしかったですね。Some questions regarding the match. Thank you for your time.